ライブナビゲーターの桑田和子です。今日も少しだけライブ配信をしていきます。先ほどまでですね、1時間ぐらいシステムリークラブの中でライブ配信をしておりました。で、前半は最近の世界情勢について、30分ぐらい喋って、それからご質問に答えたりとか、いろいろ その他いろんな話をしていたんですが、で、終わって、最初に結構長く今の新型コロナウイルスの話とか、それによってこう世界情勢どういうふうになっていくかみたいな話をしてたんですけど、でね、終わってちょっとまたネット見たら、その中でね、春節って1月25日でした。春節っていうのは中国の、お正月ですね、旧正月、お正月なんですけれども、それに合わせて春節休暇っていうのが1週間ぐらいあって、皆さんも国に帰って里帰りして、みんなでお祝いするっていうふうになっていて、その休暇結構長めにね、あったんですけれども、で、その春節の休みが1月30日ぐらいまでっていうふうになっていたのを延期して、2月2日に延期されて、それがまた2月4日に延期されて、昨日なんか2月10日までに延期されたっていうふうな発表があったみたいです。全部のね、会社とかそういうふうに、じゃないんですけど、政府からそういうお達しというかあって、なるべく出るなみたいな感じなんでしょうね。いや、これってすごいことじゃないですか。湖北省の封鎖もすごいけれども、もうね、何千万人も封鎖されているっていう状況もすごいんですけど、経済活動止まるわけですよね。そんな2月10日までですよ。かなり長いですよね。今日まだ2月1日でしょ。まだまだあと10日、会社とかお店とか、もちろんスーパーとかね、そういう必要なところは空いてるそうなんですけれども、なるべく出てこないでくれみたいなふうにやるっていうことは、その間経済活動が止まって、すごくこう経済的な損失が大きいわけですよね。それをやるって一体どういうこと？何が起こっているの？みたいな感じで。いやー、2月10日でさっき見て本当にびっくりしましたね。今日のニュースでは、日本の方で中国で働いている方が、春節の休暇が終わって会社が始まるからっていうので不安を抱えながら中国に戻っていかれているっていうようなニュースもあったみたいなんですけれども、いやー、ちょっと日本の会社もよく考えてもらった方がいいかなっていう気がしますよね、これを聞くと。ですので、必要以上に怖がることはないと思うんですけれども、怖がる必要はないと思うんですけれども、やっぱりよく発表、なんていうのかな、数とか発表されてる数とかは信用できないというかね。なので、何が行われているのかっていうのをよく見る必要がありますよね。なんであんな封鎖してるのか、なんでそんなに店とか会社とかを春節の休暇を延ばして稼働させないようにするのかっていう、それは事実としてありますよね。その事実を見て何が起こっているのかっていうのをちょっと想像した方がいいんではないかと思います。日本政府もいろいろ法律があって動きにくいというのはあるのかもしれませんが、決断をしていただけたらな。